コミッショナー宣言。コミッショナー宣言、ただいまから行われます IPF 女子世界ライトフライ級チャンピオン柴田直子対挑戦者マリア・サミナスの10回戦は、昨日午後2時、規定通り厳重なる身体検査と計量を行い、幸い両選手ともに全て的確でありましたので、私はこの試合を IPF 女子世界ライトフライ級タイトルマッチと認定いたします。2016年8月13日一般財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー城慎治。ただいまより本日のメインイベント IBF 女子世界ライトフライ級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー107パウンド2分の1ワールドスポーツチーム所属、3度の防衛後に返上した第2代 OBBF 女子東洋太平洋ライトフライ級チャンピオン、2014年度IBF 女子 MVP、 本日5度目の防衛戦、第3代 IBF 女子世界ライトフライ級チャンピオン柴田直子。おめでとうございます。挑戦者107パウンド4分の1、メキシコ、前回引き分けで涙を飲んだタイトルの本日再挑戦、 IBF 女子世界ライトフライ級第2位、マリアサリナス。ジャッジ韓国アン・ヨン・エル、ロンコリア。同じくジャッジ韓国シン・キョンファ、ロンコリア。同じくジャッジ日本宮崎久俊。レフェリーアメリカザッキリー・ヤング、ロン USA。 Now round one.Thank you.
両選手の経歴戦績をご紹介いたします。赤コーナーチャンピオン柴田直子ワールドスポーツジム所属、1981年4月生まれ、東京都足立区出身、デビュー2008年11月、戦績は19戦15勝3敗1引き分け、この15勝には5勝の KO 勝ちが含まれております。対しますコーナー挑戦者マリア・サイナス、メキシコ、1989年3月生まれ、メキシコ合衆国出身、デビュー2008年6月、戦績は18戦11勝4敗3引き分け、この11勝には4勝の KO 勝ちが含まれております。2回目 Now round 2 Now round 3
4回目。Now round 4.5回目。Thank you.
6回目。Now round 6. Now round 7.
8回目 The Round 89回目 Now round 9
10回目。 Round 10. Now last round. IBF 女子世界ライトフライ級タイトルマッチ採点の結果をお知らせいたします。ジャッジシン・キョンファ95対95、 95 to 95、 イブン。ジャッジアン・ヨンギル同じく宮崎久俊96対94、1906 to 1904。 以上2対0の採点をもちまして、 Winner by Majority Decision Still IBF 女子世界ライトフライ級チャンピオン柴田直子。おめチャンピオン柴田直子選手には GBC 一般財団法人日本ボクシングコミッション浦谷信明動画本部長より認定賞が授与されます。
任期延長 IBF 女子世界のライトフライ級チャンピオン柴田直子との今日は2016年8月13日総合賞でアリアサミナスと1回戦を行い勝利を得たのでここにチャンピオンタルトを認定いたします。2016年8月13日一般財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナーが起床しました。おめでとう。そして見事5度目の公演に成功いたしましたチャンピオン柴田直子選手には本日の公演株式会社デイリースポーツ広告事業局東京広告事業部高橋亮次長より勝利者トロフィーが贈られます。そして柴田直子選手に勝利者賞が本日のプロモーターでもあります海田根本ジムより地元の草加せんべい勝利者賞です。さあそれではチャンピオン柴田直子選手にお話を伺いましょう。まずは今のお気持ち率直にお聞かせください。やりました。前回引き分けてもやもやした相手で今回はきっちり勝敗つけるということで、まあ、2対0、一人のジャッジはイングがいましたけれども明確な決着ついたと思います。そのあたりいかがですか。そうですね、僕は今日は本当に決着っていうのが、自分の中での、どうでしょうね、モチベーションになったんで本当は11月にドローになってですね相手側から、私は勝てたというぐらい実施されて、あ、でも次やったら絶対勝とうっていうもうその勝つ気持ちしか今日はありませんでした。はい。その上での今日の試合ですから明確な決着をつけて今さっぱりした気持ちじゃないかと思います。そのあたりも含めて改めていかがでしょう。はい、そうですね、決まってから2ヶ月間、もうちょっと対策じゃないですけども相手を意識して、しっかり対策を出てきた気がと思います。1段目になったら次に前回よりパンチ力が増してたんでちょっと、ビビったところもあったんですけど、まあ、今回の課題であった、ビビらず、前に、出ていくという気持ちが、こうやってしっかり結果についてきたと思います。本当にありがとうございます。おっしゃる通り相手のマリア・カリナ選手の序盤ちょっとヒヤッとさせるぐらいパンチ力も増して同じようにここもしっかり研究してきたんだと思いますがそこをかいくぐって粘ってなんとかこういう勝利をつかんだのではないかと思いますがそのあたり、自らの成長具合、また今後に向けてどんな展望があるでしょう。そうですね、今まで、まあ、自分のボクシングは本当に一発で倒すパンチ、ボクシングではないので、やっぱり今まで通りこう手数を出しながら、今回は本当その右のストレートであったり左のフックであったり、まあ、ボディであったり、まあ、精度を意識してしっかり、相手が振ってきても、中から打てばしっかり当たるというか精度を増して、練習できてそれが少し、まあ、試合に出したことが、まあ、良かったなと思います。はい、まあ、結果こそ判定勝ちではありますけれども途中 KO チャンスも作りいろいろ期待させる場面も作った試合だったと思うのでそのあたりファンの皆さんもまたもう一歩成長した柴田直子選手今日は見れたんじゃないかと思います。自分で感触はどうですか。そうですね、8ラウンドを倒したかったんですけど、最後の一歩の爪が甘くて、すごい盛り上がったのは分かったんですけど本当その一歩の爪が甘いところがまた今回の課題となったので、まあ、次回は本当に倒せるボクシング磨いて、もっともっといい試合見せると思いますのでまたぜひ応援に来てください。でまた今日、お盆の、お休みの中これたくさんの中、私の応援に来てくださった方、その方、その他の方も、初めて、ボクシングを見た方もたくさんいると思います。
これでまたも女子ボクシングも、少しでも評価してもらえれば、私もまた頑張りますので、また応援のほどよろしくお願いいたします。ということで、見事5度目の防衛に成功いたしましたチャンピオン柴田真帆選手にお話を伺いました。改めて盛大な拍手を送ってください。見事な防衛と成長を見せてくれたチャンピオン柴田真帆選手にお話を伺いました。